お疲れ様です、ナミさん。どうも、動画の方ありがとうございます。あの、いろいろとね、ヤサルくんのこと、なんか、神出鬼没ですよね。まあ、それから、あの、アプリのことを教えていただきまして、ありがとうございます。私もね、このアプリカンバーってやつをね、ちょっと使ってみようかなって気になりました。あのー、今までね、ペイントっていうのをね、結構ね、使ってやってはいるんですよ。まあ、というのが、ペイントってね、探れば探るほど、結構ね、面白い機能があって、これ、なかなかいけんじゃねえんかな、みたいな。 もうひょっとして、その、ペイントっていうね、普段から搭載されている、そのソフトですか、Windows 搭載のソフトで、いけるとこまでいけるんじゃないかなとか思っちゃったりするわけなんですよ。で、今回はですね、ちょっとね、私のセルシュをちょっと見ていただきながら、最近の私のね、プライベート、ライフについてお話しようと思います。ご覧のように、深夜に駐車場、スーパーの駐車場でこうやってね、写真を撮ってるんですけども、 まああのどういうふうなね画角がいいかなとかどういうふうにセルシオの魅力が伝えられるかなとかこれなんていうのは大きな巨木が左の奥の方に映ってますけどもそことセルシオのアップというねコラボレーションなんですよあの山並みの色付き合いもなかなかよくってねこの時期っていうのは名波さん早朝の撮影むちゃくちゃ向いてますよ特にねあの前日雨が降って深夜雨が降って朝になったらカラッと晴れていたみたいなあの空気がすごく綺麗なんですよね雨が降った後って で、朝日がいいつももよりも眩しいそれはなぜかっていうと多分ねあの水たまりとかに太陽が乱反射して普段よりも明るく見えるそういう風な効果が出てるんじゃないかなと思うんですよレフ板効果みたいなのねで車もある程度水滴がついてちょっとね艶やかになってるというねあの、まあ、女性もね、こう 風呂上がりでちょっと髪が濡れていたりとかみずみずしいところがねちょっと素敵だなって感じたり、まあ、男性もちょっとセクシーに見える時があると思いますけどもちょっとウエットな感じがそのセルシオの,その魅力とかね地球の魅力を出してるんじゃないかなと思ってねでこれも雨上がりの次の日なんでアスファルトがちょっと濡れてるでしょで向こうの奥の方に山がすごく綺麗に色づいてそれでいて田舎の街並みがほら倉庫とかが中央に移ったりとかねで道の狭さとかねこれ利合できない道の広さですから ですんで私途中からこれねバックで引き返してるんですよ <laughs> はいでセルシーをこうやって止めたところからねこういう風に見てますけどもこれも電柱がちょっとい、ね、ささか邪魔だなとは思うんですけどもでもなんかいい感じで朝の風景撮れてるなってこれ朝日ですよね朝ねあの8時半ぐらいですねこれねヤマくんをスクールに送った後急遽パバーッとね乗って撮りに行ってるところなんですよ空気もねすごくあのみずみずしいっていうか雨上がり綺麗ですよで車もちょっと水滴まだボンネットに残ってるでしょ、まあ、あの辺がね あの夜明けの瞳みたいな感じでいいなと思いました30セルショのこの後期のこの何て言うんですかね見栄えってのもなんかセルシオの中いやトヨタの中で一番なんかね大人っぽくていいんじゃないかなと思うんですよもちろんソアラとかね若々しさを出している良さもあるんですけどねでそのそこそこ古い車というね多分これセルシオってもう30年ぐらい前なんじゃないですかね二十数年前でしょうねうんだから30歳ぐらいの まあ、いわゆるる中年に差し掛かる車で車って言ったら大体20年経つともうね大体おじいちゃんみたいな感じなんですよね、うんまあ、ですんでそこそこ歴史を刻んでいろんな時代を見てきた車とともにこうやって今はね、えー、走っているというところ、うん、いいなと思いますね向こうの錆びれた街並みとかね で、えーと、畑の収穫が終わったところをこうやって一緒に撮ってるところもなんかねこれいちいちね車をちょっと走らせて止めてで車がよそから来てないかなってことを確認してサッと撮ってからねそれからまた車の中に戻るみたいなことを繰り返してるんですよねはいこれまた深夜撮ってますね私のね自宅の近くの駐車場で撮ってます向こうの方にはあの24時間稼働の日本交換 JFE って現在呼びますけどもその工場のね あの煙があの工場の光に照らされてブワーッと幻想的に見えてるところがありますそれから雨上がりなんでそのまだね空中にある水滴がこうヘッドライトとかフォグランプに反射してなんとも幻想的な風景出してますねはいでまた打って変わって、えー、田舎の風景早朝でございますこれもちょっとね高いところから撮ってるんですよだからあのあれでしょうんサンルーフがちょっと見えてるでしょ、うん、ちょっと高いところから撮ってますね はい、で、やっぱりね後ろリアビューも素敵なんでホイールとともに、えー、後ろのいわゆる立ち上げのスカートってやつですかねスポイラーが入ってるところもこうやって写してますね、えー、前回ナミさんに送った写真ではここになんか濡れた葉っぱがついてたんですけども今葉っぱをちょっとねつまんで落としております <laughs> はい、えー、こういう角度もいいかなと思って撮ってますねこれはあと冒頭でお見せした巨木が奥の方に入ってましてその巨木をね バックとと対比してしててたらどうかなってことですちなみに私ナンバープレート隠しても隠さなくてもどっちでも一主義なんで <laughs> こうやって出しちゃってますけども39って感じでで下の方を見ると私の頭の影がちょっとだけ映ってますねはい、えー、巨木を単独で映したやつです向こうの方に作業してる人が木のちょっと下右側の方に見えてますねはいえー、でこれからあの山に向かうぞってところほら離合できないでしょこの道の幅うんだからね向かいから車が来たらちょっと厄介なんですよと言っても 車ほとんど通らないんですよねうん本当通らないんですよねトラクターがたまに来るかなって感じですけどもこの時間だとそれもないですからねはいえー、これはね田舎道の中でちょっと湖と池があるんですけども池のほんとギリギリのところに古い家が建っていてその家がね少しずつ池の中に沈んでるんですよでこれ5年ぐらいもっと6年ぐらいこの家をずっと見てるんですけどもあの本当にね家の下にある石杖とかあの土がどんどん 池の中に溶けていっていこれそのうちねあと3年か4年ぐらいしたらドドンと池の中に入っちゃうんじゃないかなと思ってますねはい、えー、でまたセルシオの後ろ姿から収穫が終わった畑をこうやって写してますねなんか人々の営みをこうなんですかねすれ違いざまに見てやるって感じですね はい、竹やぶとともにセルシーを写してみましたこれなんてのはねそのまんまあの車のパンフレットに使えそうですけどもで、これもねなんかそのサムネイルとかにならないかなと思って撮ってる部分もあるんですよちょっと前輪をちょいっと曲げたりとかしてね、えー、竹やぶにちょっとタイトルとか入れられるんじゃないかなと思ってますはい、えー、先ほどの池に溶けそうなあお家ですけども左の下あたりにモンのね あの波紋が立ってますよねカモちゃんが今泳いで私が撮影してるもんだから急速に逃げてるとこですはいこれが葉っぱがついてるセルショウですねだから撮影日がそれぞれ違う日ってことがあると思いますでもこれ空のね景色素敵でしょなんか真っ青なカンバスに白い絵の具でねさーっと雲を描いたような感じですでその雲の軌跡がセルショウの向かう方向を示してるんですけどもこれ具体的にはあの下手から上手に動いてるところ じゃなくて上手から下手に動いてるところなんであのどっちかっつうとこれからのことよりも今までのことをね暗示するみたいですよねはいでこれも深夜のセルシオ後ろから撮ったところですけどもあのブレーキライトがこういうふうにつくんですね、うん、なかなか何かこうやっぱりベンツみたいなリアビューですよねそれからあの雨に濡れていて今エンジンをかけてばかりってところがよくわかると思います えと左手に私のこの車を止めている駐車場がありますはい、えー、これもね風景だけかと思ったら右下にちょっとセルシオがいるわけなんですよちょっと高いところから撮っているっていうのはここの角度で撮っているってことなんですよもうあの離合ができるような車幅じゃないってことが分かりますよねかといって道幅を横に避けるところもないんで本当このバックで逃げていくしかないんですよねはい空がすっかりと秋の空何とも幻想的ですこれも朝8時半から9時の間ですね はい、セルショーの真横のあのー、画面と奥の方に秋の深まった空があります。もう十二月を思わせるようなそんな山の風景ですね。はい、これも狭い道をこの角度で撮ってみました。あの車内がちょびっとだけ見えてますけどもね。うん、だからこれは助手席にいる人が見ているそんな風景を思わせるかなってとことです、うん。地面の方にあの雨で落とされたあ枯葉がちょっとね。 水で湿ってますねあこれは結構ね気に入ってるやつなんですよで葉っぱがついてますねまたセルシオの後ろにでもそのセルシオの左下の安定感とそれからこれからね果てしない旅を思わせる、えー、道路ま,まっすぐ伸びてる道路それで向こうの方には山っていう私たちが乗り越えなければならないそんなね壁があ,あるかなとでもその風景は穏やかで優しいと、うん、この あららゆるるととところから見えるコントトラストが割と好きだなっていうのとねやっぱセルショーのボディっていうのはこれ美しいですよねあのだいたい5メートルぐらい全長あるんですけどもその長さがねまた何かこう安定感を演出してくれてるかなってことですね、はい、で安定感がなぜあるかっていうとこれ車高が落ちている上にスポイラーを下に向かってつけてるからなんでしょうねで19インチのこのアルミホイールとタイヤなんですけども 19インチって言うと本当は車高が上がるはずなんですけども逆に下がってるところがねこのアンバランスさもなかなか面白いかなと、うん、でこれも田んぼのあぜ道なんで当然こんなね車幅のでかい車が通ってちゃいけないんですけども早朝ということであの人通り車通りはありません、うん、で空の形もなんかね雲が幻想的ですよねはい竹やにまた戻ってきました <laughs> 葉っぱがついてるまんまですね先生もね これもね、なんか、車のパンフレットに使えないかなと思って、あの、レンズゴーストが、あ左側に出てますけども、そのまま放置してます。ちょっといただけないのは、右側の方に撮影した時にちょっとうっかりしたんですけども、うん、なんかね、あの、シートを貼ったような家がありますよね。あれはちょっと入れない方が良かったかなと思ってますね。はい、これがナミさんに送った写真です。後ろの方に葉っぱがついてます、先生でしょうもね。<laughs> でこれは何かの神社の参道の入り口が左の方に抜けているのとまっすぐ行くとまた田舎道があってで左側の奥に見えている家々の方に続く道路なんですよね。で左側に伸びている道路っていうのがこれがだからあ農業用の道路でトラクターしか通れないような狭い道路なんですけども今回セルショも無理やり入っていったって感じです。ははいいいここれはね狭い路地を抜けててったところをあえて 撮ってみました狭苦しいところを抜けてこれからあのちょっと大きめの道にこう抜け出していくぞみたいな苦しい状況を抜け出してこっから爽やかな旅が始まるっていうねあの50代以降の人生を示しているかなってことです <laughs> はいバス停から撮ってみましたで他の車も徐々に出てきたんでちょっと今日は撮影終わろうかなと思っているところですねはいそして撮影終わって帰ろうとしているところをちょっとね池の脇に寄せて撮ってみましたあの家が 池に落ちて溶けそうになったっていう表現したところがありますけどもあの池ですねこれはねはいえー、でこれはどこで撮ったのかなまた別の日だったと思いますけども空のね形がまた素敵でしょほんとこうセルシオのグーッと前にせり出した焦点があったところとくっきりとしたところとで空の方にも別にぼかしことが入ってなくってなんかこう素敵なんですよねこれも気に入ってる一枚ですなんか本当に 若いい頃に憧れててた旅の途中っても思わせるかなとここにね歌詞やメロディをつけて一曲歌いたい気持ちです、えー、おすすめは清水幸次郎さんの「ダウンタウンアレイ」ですね、えー、動画にリンクつけておきます <laughs> <laughs>、えー、これもあこれもねセルショのボディがすごく分かりやすいで朝日に向かって写真を撮ってるところなんで左上の方にあの登り始めた朝日がくっきりとそして 天から光がセルシオに向かってうっすらと差してるのが見えますね。はい、えー、これはね柿の木がちょっとあったんで奥の方にね中央の方に。だからそれと共に撮ってみました。うん、秋ですよみたいな感じですね、うん。ちょっとごちゃごちゃしてますよね。でも本当あの家が申し訳ないなかったらあれ秋屋なんですけどもあの家がなかったら柿の木とその裏の山とのコンサラスとか良かったのかなと思いますけどもまあね家の方が先にありますんでお邪魔してるのは私の方なんで申し訳ないですねってことでございます。 これはなんかあんまり考えなく撮ってみたんですけども何でしょうかね解説はありません <laughs> はいこれまた滝山と一緒にとってみましたあの滝山とセルシオ真っ白なセルシオと真っ青なこの滝山とのコンソラトが美しいなと思ってそこから天からちょっと光がねえ上中央からあ右寄り下に向かって緩やかに斜めに刺しているところかなと美しいなと思ってます。 これもだからセルショって車だからこれが撮れるのかなと思うんですよ。ほらセルショってオーバーハング後ろの方が長くって前の方がちょっと短くなっているこのバランスもねなんかあいい感じだなと思っているところなんですけどねはい、えー、いろんなセルショの,のシーンを映してきたわけなんですけどもいよいよ大詰めでございますこれが最後の一枚ですねえー、まあこれも語ることは特にないんですけども うん、右上の方にまとまった雲、それから右上の真ん中ぐらいにうろこ雲みたいなやつがあって、右上からずっと左にかけて、上の方はですね、だんだんこう青空の割合が広がっていくのかなっていうところ、それから真っ白な雲を映すかのように、このセルシオもこうね、うん、ドーンと下の方に鎮座していて、そしてセルシオのリアウィンドウには天が映っていて雲がほらかかってるでしょ。で、えー、っと、左側の方には、 これまた青々とした収穫後の田んぼがありそして奥の山っていうのが優しくこれからの道のりをね迎えてくれてるそんな幻想的な姿かなと思ってますね、えー、それからあと動画になるのかなあまだありましたねドアップこれ朝日です朝日を背にちょっとドアップを撮ってみましたでこれもねあの辻堂っていうところがありますけども辻堂をちょっと上に置いてセルシオを撮ってみたちょっと珍しい構図になりますね はい、これもそうですね辻堂がねだからあの道路よりも上にある構図っていうのはなかなか取れないんですよ大体いい辻堂って地べたの低いところにありますんでねであと電柱がちょっとねこの構図では邪魔だったんですけどもしょうがないです中央にある巨木がもうちょっとね入るように取りたかったんですけどもこれ以上にいいシチュエーションが見つかりませんでしたはいああまた朝日ですねこれね結構最後の1枚と言いながら結構ありますね これ朝日だから9時前後の朝日がもういい加減伸びきったところを撮ってみましたあのその朝日が雲の隙間からセルシオ君を照らしているところまさに神のお恵みって感じですあこれもなかなかいいですよねんなんかやっぱりこう写真の喜びっていうのはあるんですけどもうんなんかこう人工物車がドーンとあってねで車にはそのドライバーっていうか乗り手の意思が入ってるわけなんですよそのなんていうんですかね いろんなスポイラーとかタイヤとかあーフォイルとかね、うん、いろんな人間を思わせるところがありますこの車の色とかデザインを選んだのも乗り手の個性を表しているのかなと思いますんでそこには人を感じさせるんですよねそして自然と宇宙たるう入り口それが空なのかなと思っていますこれは別の角だからいいデザイナーさんですよトヨタの,そのセルシーを作った人も。本当にに年前にね こうデザインしたと思えないですよね。はい、これも気に入ってる構図です。あの何度も何度も登場した竹藪に、ま標、あ、識がちょっと邪魔ではあるんですけども電柱とかね、まあでも自然と調和するセルシオみたいな感じで、なんか人々がね、えー、完全にいなくなった廃村みたいなところをセルシオが行くのかなっていうところでございます。ちょっと変な想像するんですけどもこのセルシオとともに。 例えばね50年前にタイムスリップして日本にドーンとね着地したら、まあ、どんな時代が待っていたのかなどんな出会いがあったのかなとか思っちゃったりしますはいえー、ついでに私もね寒いでこうやって撮ってみました腕なんか組んじゃったりして偉そうに立っております <laughs>、はい、これも別の角度からですねいろいろとね、あのー、試しに撮ってみたわけなんですけどもうんあと23枚ありますねすいません <laughs> はい私がこうやってね偉そうにドーンとセルシオ君と横並びで撮ってるところでございますあこれもなんか結局オフショットというかなんかついでに撮ったけど特にテーマはないやつですねあこれもあのー、辻堂が真ん中の方にありますけどもその電柱の影から朝日が見えてるような感じになります返す返す電柱はちょっと今回はあまり役を成してないかな邪魔だなと思いながらもやってますけどもね、はい、あこれは結構気に入ってるやつですね まあ電柱もこうなってくると構図の一部っていうふうな感じがしますしあのまあちょっとね縁石がセルシオの後ろから右側の方に流れてましてこれはおかしいだろうみたいな構図になってますけどもそうなんですよこれはねあのなんですか路肩の堆肥帯といってあのトラクターとかをこの間に入れたりするでしょうね近所の方が畑作業するために必要なスペースをこうなりさりげなく地域の あの行政の方がこうやって作ってくれたんではなかろうかと思いますうんまあそんなところを使ってますね道幅自体狭いですからねはいえー、なんかね奈美さんに送った写真の別の角度からのやつです真っ赤なあ紅葉がありますけどもなんかその下にセルシオがいるみたいな感じに見えてきますね、うん、このねあの道を坂を登っていくところどんな風景に出会えるのか分かりませんけどもちょっと後日行ってみようかと思います あこれ動画ですね私がこうやってカメラを設置して走っていってで車に乗り込んであのセルシオがカメラに向かって走ってくるみたいなねそんな画像を撮ろうとしてるとこですまあ、本当にこういう,うな悩みな涙ぐましい下積みがあってはいこっからカメラは多分スタートしてます <laughs> こっからオフレコじゃないオンレコこっからですねこっからこっからオープニング動画みたいな感じですよねこう,こういう感じこういう感じ で、この辺で車を止めて、で、カメラを取りに私がまた走って戻ってくるところがこの後映ってるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ本日は以上のような形にしておきましょうか。20分ほどお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ写真もこうやってね、解説を入れながら撮ってみると、なかなか面白いもんでございますね。えそれではナミさんお疲れ様でした。見ていただきましてありがとうございます。